はい、今ゴージャス重野さんとですね、プレナ幕張のマンションカウンターから、海浜幕張のマクドナルドへ向かっております。今日はちょっととある企画をですね、やります。いや楽しみでございます。テクノガーデンにですね、実はマックが入っているんです。向かいたいと思います。ゴージャース、今ですねメニューを選んでおります。店舗の方に戻ります。風が強いです。幕張風が吹いております。はい、ということで今店舗に戻ってきました。テクノガーデンにですねマックが入っておりまして、本日はまあドクター森野さんがですね、YouTube デビュー1周年ということで、その記念も込めまして、そういうことです。マックパーティーをですねしたいと思います。で、全て費用は森野さんもしということで本当にありがたいです。で今回3人で食べるんですが4000分買いました。で今 CM とかでもやってるご飯を、はい、うん、ご飯の、なんていうんですかね、バーガーっていう、モスライスバーガーみたいなやつを3つと、はい、これはモスライスバーガーじゃないですか、ギガビッグですね。ギガビッグで自分はダブルチーズということで、でポテトは M が4つ、チキンマックナゲットは15ピース。ひどい。ということで、これをですね、これから食べていきたいと思います。何なの？はい、こちらがご飯チキンフィレオでございます。早速、これがいわゆるもうライスバーガーってやつですね。モスみたいな。ちょっと食べて感想をお願いいたします。いきますよ。はい、お願いします。わあ、食べ方がいいですね。かっこいい。ゴージャス。キムタク風に。どうですかご飯。おいしいね。なんか口の中からなんか湧き出るこのご飯って硬いんですか。硬いですね。ちょっと硬め、焼きおにぎり風ですか。焼きおにぎりが重なってますね。はい、ということで森野さんのは何でしょう。ギガビッグマックですね。雑っすね、作り方これ。多分作り慣れてないんでしょうね。確かに初心者マークついてます。初心者マークは仕方ないですね。ではそこのパテですか。これパテ4枚も入ってますね。パテが4枚。あ、本当だ。はい、これはどうやって食べるんですか。ちょっと豪快に言ってください。豪快に。もう一口ですよ。それは一口で。さあ森野さんがもっとガッツリで労災ですよ。労災ですから。これもちょっと事故りそうっすね。お味の方は、もちろん美味しいですね。美味しいですね。これはこれじゃないと味わえない味ですからね。4枚も入ってるとハンバーガーっていうよりももうハンバーグですよね。もうこの量がすごいですね。今日やばいっす。カロリーが痩せられるんでしょうかこれ。本当にすごい。はい、ということで自分はダブルチーズバーガーに100円足して倍にしてくれるってやつです。で今日初めて知ったんですけど、これダブルチーズバーガーの単品のクーポンがあったんですよ、はい、それに100円乗っけてもできるってことで、それで4枚になっちゃうんですか。そうなんですよ。ダブルチーズバーガーのパテ4枚ですね。それではちょっといただきます。んーごい分厚い、うめんにゃ。はい、ということでゴージャス重野さんが2つ目のライスバーガーです。次は何をいかれるんでしょうか。重い。何ですかそれ。テリヤキ、ライステリヤキでございます。これ普通に定食じゃねえ。そうですね、そうですね、食べやすそうです。これ食べなんかすごい美味しそう。そう食べやすそう。口サイズ的や。そうですね。さあ
なかなかボリューミーな、うん、では行っちゃってください。お、これはでも食欲そそるすごいですね。そうです、味はなんかそうそう、食べます。はい、お願いします。おお、これは口の中に広がる肉とご飯マヨネーズの絡み合った芳醇な香りがします。そう、通常の照り焼きマックバーガーとの違いってどんな感じなんですか？焼きおにぎりが挟まっておにぎり挟まってます。今もハンバーグの定食にソースもご飯に塗っちゃったみたいな感じです。まあでもすごい、あの照り焼き好き、マヨネーズ好きだったらもう完璧です。こってりですか？なんかパティなくても大丈夫です。いやいやいや。はい、ということでライスバーガーの3品目は何でしょうか？なんだこれは。ベーコン？ベーコンレタス。ベーコンレタスライスバーガー。おお、どんな感じですか？このあ、ベーコンが、あ、でかい。ベーコンがちょっとでかくて、もうベーコンベロッと出てる。そうですね。これはなんか、あ、すげえ、ベーコンが両方にはみ出てる。いいですね。このボリュームなかなか。おお。そそりますね。すげえ。名言待ってますよ。名言。これはパンでよかったんじゃないかと。名言ください。名言。はい、ではお願いします。じゃあいただきます。キムタク横顔がマジでキムタクだぞこれおいしいでベーコン油乗ってるんですか？油がもうノリノリで何よりも豚と牛の協力タッグその中に押さえつけられたライスとってもさらにチーズのまろやかさが口の中で芳醇な香りがしますいやお腹いっぱいですねほぼほぼ減ってきました。もう今フィナーレを迎えようと。まず、シーノさんはですね、新発売のライスバーガー3種類、全部一気に食べました。一番好きだったのはベーコンレタス。ベーコンレタスが美味しかったですね。味もよく、まあ、ほころびがなく食べやすいシンプルで非常に美味しかった。それ大事なことです。あえて再開をつけるとチキンフィレオ。いや今もうすぐにだよ。すぐにだよ。どんな感じなんでしょうか？そもそもチキンフィレが好きじゃん。そもそもなんですね。ということで今回、シゲロンさんがですね3つ、ライスバーガー全部食べたんですが、一番は照り焼き、最下位は、チキンということでございました。じゃあ、改めてですね、ドクター森野さん、1周年ということで森野さんはギガビッグビッグマックを食べたんですけど、どうでした？まあ、ちょっとポテトの殻を入れてしまったんですけど、かなり具材が多くてですね、もう途中から斜めっちゃって、いっぺんに食べるのがちょっと難しかったんで、これどうやって食べるかちゃんとマックの人説明してほしい、ね、意外と森野さんの口が小さい説もありますね。いやいや、そんなことないですよ、はい、味の方は味は美味しいです、はい、でも4枚もパテがついてるんで、なんかハンバーガーっていうよりもハンバーグを食ってるみたいな、それぐらいのボリューム感がありましたね。自分もダブルチーズバーガーでプラス100円して、はい、4枚パテになったんですけども、なんか普通のスピードで食べてると全然進まないですねすげえ重たいって感じですね。肉食ってるって感じがしますね。そうですね、はい、いやなんかクラップダンスの効果が全て消えた気がしますがまたですね、クラップダンス含めてやっていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした安いもんですよね